今日のね撮影日は6月4日、今日はね、あれですね、6月のねタニパト動画ということで撮っていきたいと思います。2階のねベランダから6月はスタートしましょうかね。はい、これがね、黒帽子に気に入ってるけどね、よくね登場します。この間もなんかの動画の時ね出しましたね。棒状だったのがねカットしてねこういう風になりました。一番アイオニウムでやっぱ好きやな、これがね。こんな感じです。で、まあこちらこうありますけどね、ライブとかで紹介したアルケインやな、いい色です、いい色ね。でマジックサバナ、このねエッジのこのなんていうかな、このこう形がいいね、ひらひら感がね。してエゲリア、ねこれは火を書いてないね。エゲリアはこれが、2020年の11月で、今が6月やから、何番だ、1年半ぐらいかな、1年半ぐらい経ったやつか、21年22年ですよね。はい、6月でねあれやけど、こういい色です、こんな感じの色ね。ここら辺、この3つ確か植え替えたやつですもんね。アルケインはいつか、あ、一緒か、同じ時期ですね、同じ時期に、マジックサバナはその前やろうな、うん、買ったやつがこういう感じね。これが枯葉がいっぱいあるけど、これがゴールドレイン、ゴールドレイン一真っ赤になるよな、これね。ゴールドレインが、あ、これもさ一緒、全部一瞬時期ですね、うん、全部これ1年半ぐらいですね、1年半ぐらい経ってこんな感じだな。よいしょ、朝日が当たるとやっぱねこう綺麗ですね。これがストロベリーアイス、これ書いてねえな、ストロベリーアイスもこんな色で、これがあれやな、実験してた桃太郎、もうね肥料のあるなしでやってたんやけど、まああまり関係ないね、これね関係ないような感じになってます。いい感じだね、ムチプリ、小さいですけどね、2.5×8 やけどこれぐらい、うん、やっぱ長く育てるとねいい感じです。これがソーフレンピンウィーだよね、これやっぱどんどん増えますね、これはね、これやっぱいいやつやな。これが、これはミキさんのあれやな、ギルバと霜椿ね、こうロゼットの形もいいね、うん、これもまた枯葉がいっぱいある。よいしょ取りながら手でね、ピンセットじゃなくて手でむしり取るっていうね、こんな感じやな、いい色合いですね。はい、これもあれやな、さっきと一緒、あ、これは、あ、これしわ、これはね、これはあれですね、ソーフレンとリンゼアの、あ、もうちょっとね分けてもいいですね、これね、こんな感じ、ムチプリね、ムチプリです、これもね。あ、枯葉取りが追いつかんな、枯葉取りが追いついてないですね、いっぱいね出てます。だからやっぱ自分は本当かなりあれよね、水厳しめやろうな、うん、ソーフレンリンズやな、まあ、だいぶね色がね、取れてますけどね。はい、でさっきの、まあこれソーフレンピンミルやったけど、これが元々の親やな、これがね、ソーフレンピンミル親、これもまた枯葉だらけね、これがやっぱね親株やから、やっぱりこのこれに対してね、かなりやっぱ色が濃いですね、これね、こんな感じ。お迎えしてどんくらいになるんやろかな、ね、こういうやつね、おらいさんね、おくちゃん、くちゃん、くちゃんの足元に、うー、何しょかくね。こちらはねリラシナとリンゼアナ、うん、ロゼットの形がなかなかいいですね、もうなんか溢れるほど大きくなってます、やっぱ A25 やとね、うん、やっ
ぱ大きく育つやつはこういう風になりますね。これはリーモンかな、リーモン、リーモンね、いい形、いい形でしょ。これもやっぱね、いっぱいやな、ね、枯葉だらけ。そしてこれはちょっと血しぶき感がいいね、ルビースターね。ここにまたこういうふうに出てきてるんで、ちょっと親株をね圧迫してます。ですのでこういったのはまたね植え替えしてやるといいね。これが、あ、書いてねえな、日が、あ、これ書いてますね。リーモンは、2020年の8月14日やからもうちょっと1年10ヶ月かね、それぐらいになります。これはなんだ、リンゼアナハイブリッド、ハイブリッドやからね、片方の交配はなんかこうわからないですけどね、うん、こういうやつですね。とこれがヨヒ、これはヨヒやな、これは逆さまになってるけど、ああ、ユキエンさんかね、スビダータメンチャカとチワエンシスイエクラやな。でこれが、クリスマスとラパス、真っ赤ですね、今の時期なんやけど、今の時期なんやけど、こんな風にね真っ赤っかですね、クリスマスラパス、ミキさんの後輩やな、これね、真っ赤や、ね、いい色です。葉の枚数も多いね、こんな感じ。これがね、リンゼアナとカントリス、カントリスがねかなり大きくなるはずやから、これが2020年の10月18日やから、これがどんくらいだ、あと4ヶ月であれか、2年やな、だからサイズ感あんまりね自分の場合大きくはなってないんやけど、あ、とりゃ、ね、いい色です。こうピンク色でね、いい感じ。ここがゴーストマスとかね、これがサンタリナかね。でこれがエケベリアのマリアね。これは、あ、ヨーロッパブルーサプライズですね。これも枯葉が多い。ショコラがねすごい真っ赤、真っ赤というかこうなんかな、オレンジ色っぽいかな、すごい赤い、えらい色づきました最近ね。でレモンビとか、これがね、なんか1年間通じて赤いですね。ローズフィンチやの、ローズフィンチね、ローズフィンチ、こういう風に赤いです。とメビナニシキ、これはもうちょっと水あげていいね、ガンガンね。でこれがサンタリア、ラズベリーアイスサラヒメとかね、これ普通のこうトリマネンシスですね。で奥の方にね、吉坂放送さんのやつやな、王冠ラベル、レッドタンとかクラシコとかね、あれがジゼルラパス、マスカポーネ、あー、これちょっといける、花うららエレガンスが、うわ、これなんか変なのになっちゃうな、ほら、なんやこれ、うわ、これなんかちょっとやられちゃうな、あら、これが病気みたいになってますね、これね、ちょっと後でちょっとよく見ときましょう、これね、ちょっとやられてます、これね。はい、あとはね、アルロビーとかね、これはクリスマスやな、クリスマスね、やっぱクリスマスこういうふうに赤いけんね、これがまあクリスマスラパスで、ラパスよりクリスマス感の方が強いね、まあ、けど赤は好きやからね、いいでしょう。でこれが、あ、そうか、カシオペア、これカシオペアね。でヒアリナとオビフェルムプリドニスやな、これが、あ、日を書いてないね。でこれがだいぶね色が冷めたけど、シノベリー、シノベリーはね寒い時いいですね、これがね、これもカレンダーセット、2020年の11月ね、色が随分冷めました。でこれがヒューミリスルシンダーね、これもなかなかいい感じやな。これが8月やな、だからあと2ヶ月でちょうど2年という感じになりますね。ここへ汚いけんね、あんまり映したくねえやけどね。20
の玉とか刺したやつやな、こういうやつ。オレンジモンロー石化がね、ここへこうお分かりように、なんかね一回悪くなってたんですよ。でちょっと下に置いて水を結構ザバザバやってたらこう健康になりました。こんな感じでね復活しました。これなんかな、ムーンガドニスだってね、こういうやつを取れました。気持ちがいい。これも取れそうか。お、取れた。あ、気持ちがいいね。あとここら辺が刺しよったやつやな、ポルックスとか、4月に刺してますね。4月に連城とかね、これ寄せ植えするといいかなとね。オセインとかレッドチップスやな。センセプルプはでかくなるね。ソーフレン、ヤマトミニとかね、リリンロサヤナ、これだ、エルグレコとかね、何個かね、間もうすでに取ったやつとかね、これ枯れてますからね、これ枯れちゃうな。ロンエバンスとかも枯れてね、枯れてますね。花のソーフレンね、こんな感じやね。ここがね、すごい増えやすい雪びな、雪びなばっかりありますね。斑入りのエンジェルティアーズとかね、あとこれが、これあれかな、レッドベリーかな、これ葉差しでしてたやつですね。はい。六月の谷パトっていうことで、駐車場側のメインのやつも撮ろうかなと思ったんですけど、ここだけでね、もう今ね12分近くなったんで、分けて撮りますかね。ね、今日はこう6月のベランダ多肉ということで、お題にしましょうかね。はい。朝日にね当たってこういう感じでね、日が当たってますからね、太陽があるけど、こういう感じで朝日に照らされた、多肉は綺麗です。クーがそこでねずっと待ってますから、クーが、クーちゃん、クーちゃん待っとけよ、もう終わるけんな。はい、ということで、今日ね動画終わりたいと思います。動画をねいいと思っていただけましたら、チャンネル登録とかね高評価していただけるとありがたいです。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。